数年前の盗聴派がまだ残ってるか深夜に確認してたところ、大久保公園の近くに来たので寄ってみたのだった。ルーちゃんとは大久保公園界隈の散歩動画でおなじみ、夜散歩のチャンネルに立ちんぼギャルとして登場する快活なキャラクターのロリ系ファッション女子である。すいません、あ、ウーチャさんっておいくらなんですか？うま、あ、夜散歩見てます。デブとかハゲでも大丈夫ですか？お金が払えるの大丈夫。もうこれあれでしょ、ウーチャさんってチャンネル見てるけど、あ、ウーちゃんって人ですよね。あれ全部ホストに使ってるんですよね。使ってないんですか？勝手にそういう検索すると出てくるから言っただけである。そもそもこいつはなんでこんなに不愛想なのだろうか。この時点で登録数の多いチャンネルに出るときなど、権力者には愛嬌振りまくタイプということが分かった。内心カチンと来てたので、今回は音量注意系になると。キレオはこの時点で確信していた。だって YouTube で見てますよ。ああ、もうやってないんです。言ってないんですか？あ、ならいい。え？勝手に？ドーン！うるせえよ。うるせえよ。おめえだよ。うるせえよ。どういう？もううるせえよ、マジで。いて。暴行だ。暴行だじゃねえよ。マジで来んなよ。病気？ ADHD だな、お前。ちげえよ。だから、そういうね、接客は良くない。いや、だお前のことなんてどうでもいいし。ああ、そうだ。うん、ごめんね。何なんか文句あんの？何？何？ああ、いや普通に会話しててさ、なんかウーちゃんっていう言い方をした。ウーちゃそう。いや、名前ちょっと待って、撮ってるわ。うん、何動画撮ってるんですか？でさ、なんか別に夜散歩いつも見てるからさ、来ただけだからさ。それ何動画撮ってるんですか？いや撮ってる、撮ってない。撮ってる。ドラレコ。あれ別にいいけど、あれ夜散歩には撮っていいよって言われて撮ってもらってますけど、おめえには撮っていいって言ってねえんだよ。撮ってない。でもまあ大江だしごめんね。しかもさ、名前違うしさ、ホスト行ってないしさ、勝手に決めちゃうから。ここでデブ隣のタイムボカン風の二人組がシャシャリ出てきた。ありがとうございます。うるせえ、おめえがうるせえ。お前別に一回も行ってないしさ、勝手にさ、ホストにお金使うの怖いです。いやもういいけどいいけど、うるせえおっさん。じゃあ来いよ、来いよ。じゃあいいよ。ここでタイムボタンに相撲を売るか。じゃあその暴行容疑で警官呼ぶか迷ったが、警察がきちんと仕事をするか試したかったので交番に行った。尋問の人にちょっと叩かれたんですけど、暴行で。女性にですか？うん、で、大久保公園の前。一応警察呼んだんで。暴行叩かれたんで。きっかけはちょっとキックどうしてですか？で口論になって声かけたんですか？まあその YouTube で有名な人なんで、でじゃあいくら、まあ、気になったんで別に買うつもりなかったけど、いくらなんですかって聞いたら、で話してるうちに失礼な口の利き方が失礼だから、ちょっと大声出したらで叩かれた感じ。それじゃあちょっと話す機会でお兄さんがそう言って話しかけてるのも、でも話しかけること自体は違法じゃないんで。いや、で売春防止法だと、男の方がまあ罰されない。あれ一応罰則ないんですよね。罰せられないとか、今日あれですよ。私男性もあれ持ってか、PS、あ、警察署の方に持ってか。あ、本当に？そうだよ。買ってる方も、うん、売春？あれ売春防止法読んだけど、あれでも売る方だけだよ、ね、声かける方も。で今回はもう立ちんぼだと分かってて声かけてるから、うん、でそうなると、でも立ちんぼの方も摘発しないとおかしいですよね、うん、しょっちゅう見回って、うん、だったらもうちょっと夜とか7時ぐらいとか、もうちょっとこんな人いないですよね。あれよく見る人ですよね、あの夜散歩で。ここでシャルナ登場。立ちんぼ女性を守る活動をしていることで有名。夜散歩誌によると未成年を飼っていたらしい。動画消したら、あ、これドラレコ。バイクの動画も、
さっきドーンと叫んでめっちゃ怖かったね。今バイクでこう来て、よく見る人だよね。突然さ、女の子の耳元でドーンって叫んだんでしょ。でもそれは口論で熱くなってドーンって叫んだんでしょ。それって暴行なんだよ。でもそれはね、あのね、判例ケースバイケースなんで、でもそれは。でも叩くのは確実に暴行になるから、うん、どっちが悪いって言ったのね、企画論で言えばね。自分からやったんでしょ、最初に。自分から降りてからね。で、きっかけは、ここでのトラブル申し訳ないけど、きっかけは普通の会話してて、で、失礼な口の聞き方する方が、それ逆には侮辱罪じゃないの。お姉さんから絡みに行ったんでしょ。絡みに行ったから、ね、値段を聞いただけ。侮辱罪とかもそういったなんかも。でもそれの口の聞き方で、マナーマナーとかじゃなくてさ、うん、お兄さんから話しかけに行って、だから話しかけたら悪いね。帰ってください。あ、いいよいいよいいよ、それはいいよ。手伝ってあげたら、うん、これでお兄さんまたちょっとあれだから、ありがとう、うん、ありがとうございます、ごめんなさい。いやいや、今ここのあれだから殴り合いにはなんないから別にいいよ、うん、それはもう、うんうん、もうだからもうやめよ、もう終わり、終わり、もう絡まないけどね、うん、そう、絡まない、もう絡まない。でも帰ってください、もう帰ってください。なんで暴行的やつないの。いや、もうそれはきっかけがだから、お兄さんからだ。なんでもそうじゃん。じゃあ口論がきっかけで、ね、じゃあ、うん、お金を強奪したら、じゃあお金強奪した喧嘩両不正だよ。今回だからもうここに関してはもうトラブルを起こしてる。起こしてる。起こしてる。話しかけただけだよ。じゃあ受け取り帰るよ。うん。じゃあ帰る。何もしないんでしょ。あれあれだよ。でも観察案件だよ。でもそれって何も対応しないって。二人が熱くなって、あーいとか言うことあるじゃない。それと同じで、それは微罪案件だよ。でも叩くのは確実に。叩いてるわけだから。それぞれちょっと悪いなって思ってくる。うん、まあまあいいけど、いいけどね。まあ、え、じゃあ何、最近は何、タチウムバンバンってやつしてるの。やってます。もう私服警察官も入って。あ、そうなの。はい。百刀番入って、警察官来ると結局助かるから。で、向こうの方の待ち合わせとかもうそういう、だから私服警察官やってますから。そう。で、減らすっていう方向なんだ。そうですね。もう声かけたりとか、そういうのやめてください。声かけること気になったんだもんな。やめてくださいもう、うん。はい。ここでキレオからのワンポイントアドバイス。確かに売春防止法では3条で。相手方、つまり買春を禁止している。しかし、罰則があるのは、勧誘してる側のみなので、立ちんぼしてる時点で。ロッツキー以下の懲役、1万円以下の罰金なのである。ちなみに、ここで禁止している性交とは、本番行為のことなので。今後は、SMK や、本番をやらない立ちんぼが増えると思われる。見たよ、でも YouTube で。トラブルを、ここで、そこで起こしてるのがあなただからね。うん、きっかけ、まあ、きっかけそうなってるけど、俺自体は、うん、あれ犯罪じゃないからね。で、向こうが手出すからね、高校でしょ、うん、でも、この前 YouTube で見たけど、うん、YouTube、ラブホテルの中で、はい、あの女の子がその男性のものを持ってって、うん、で、持ってっちゃいました。男性が、女性が、うん、シャワーとか浴びてる間に、うん、でもそれでその男性が交番に行ったんだよね、あそこの交番に、うん、はいはい、それ YouTube で行ったんだけど、そしたらなんか、じゃあもともとあなたはなんだ、立ち芋に声かけたんですかっつって、男性の方の責めてたんだけど、うん、でもそれはその強盗じゃねえや、窃盗、そ、歌舞伎町の交番だった、そう声かけたのはあなたが悪いんじゃないですかみたいな感じで、うん、まあ、あの場にいた全員が声かけてんだけど、言ってるんだけど、うん、声かけた方が悪いっつって、うん、でもそれでも立ちんぼ自体はでもまあ立ちんぼ自体は悪いです、まあ、あれでも罰則はないんだよね。でもね、それを声かけて、うん、お金出してそれ買う行為もダメ、買春行為、買春行為。じゃあ風俗もそうじゃん。風俗はまたあれもグレーゾーンなんだよ。同じだよ、風俗だって。風俗なんで摘発しないんですかって話になっちゃうよ。立ちんぼはダメで風俗はなんで OK なのって話になるよ。風俗だって本当は一応黙認系って言って、警察が黙認してるから今存在してるんだよね。グレーなんですよ。そう、グレーゾーン系なんだよ、はい、だからそれと立ちんぼ一緒なんでね。で、風俗がなんで摘発しないかっていうと、まあ、世の中 その性犯罪とかを減らすのに役が、そうだったら立ちんぼ立ちんぼで OK にしちゃえばいいのに。だからダブルスタンダードなんだよ。どっちかにしましょうよ。詳しいことが分かりました。うん、どんとかめちゃくちゃやるよ、俺のこと。俺のドンを侮辱してんだけど、でも立ちんぼも適度に取り締まってますし、まあ、まあいいや、風俗もたまにね、はい、適度に取り締まってるし、だからどっちがどっちにっていう、その偏りとかないですよ。風俗あんま聞かないけどね、って聞かされてるのは。偏りはないですよ。うん、まあ、大泉さんはちょっと話分かる。まあいいや、分かりました、もう一回です。うん、分かった。じゃあお気をつけて。はいはい。